知恵の頂点であられるヘルマヌビス様、その権威と威厳の前で本日我々は再び決闘の儀を執り行います。これは極めて神聖な儀式であり、決闘の目撃者は横槍を入れることなく敬意を胸に抱きながら祝と見届けなければなりません。そして今回沈黙の伝陣営は守り手となります。ちーちゃん、来てくれたか。何年も経ってまたこの儀式を執り行うとは、セトス。自分が何をしてるか分かってるよ、じいちゃん。安心して見ててくれ。対して強霊院陣営は攻め手となります。準備は万端だ。実力を持って主導権をつかみ取る。それでは双方所定の位置へ出場順を決めてください。ここでは来る者も去る者も問わず、勝敗が決するまでヘルマヌビス様の力をかけて戦うことになります。え、もう？僕も同意見だ。旅人は強い。先陣を切れば相手の勢いをそげる。ならその次はティナリに任せる。うん。こっちは決まった？こっちもいいよ。さあ始めよっか。第一戦の選手、前へ。あっちの観戦席、ちょっと騒がしいね。こそけ！はっ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 ！とっ！はっ！や！はっ！さっ！第一戦は早くも終わり、続いて二戦目の選手の登場です。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。始めよう。気をつけろ、うまくかわせ。ティナリ、頑張れ。試合前に水分を補給していた。多分大丈夫だ。めくれまし。